はい、どうもミスターホワイトです。やってまいりましたウィーク23プレーオフ準決勝、皆さんいかがでしょうか。私の方は6対4で今のところ勝っておりますが、結構いい勝負しています。今のところ5つのカテゴリーは確保できたかなと。得点と盗塁と打率とウィンと、まあセーブはそんなに相手チーム強くないので、まあ、セーブは確保したかなといったようなところなんですけど、相手チームがまあレギュラーシーズンで2位だったので、で僕が3位だったので、これ対もし 5-5 に追いつかれたら僕は負けてしまうっていう状況なんですね。でやっぱ今一番危ないのは防御率ということなんですね。で一方でもちろん私の場合ホームランを逆転する可能性もありますし、ウィップもまだいけると思います。で、相手チームがあと2登板あるのに対して、僕は5登板あるので奪三振もこうひっくり返すことができるといったような状況なんですが、とはいえどれも追いつくかわからないといったような感じです。でここでやっぱ駆け引きですよね。ここで、まあ、ピッチャーにおいてなんですけど、じゃあ5登板させますと、奪三振をカテゴリーを取りに行くために、いっぱい投げさせすぎて ERA を落とさないかっていった懸念もあるんですね。ただもうここは勝負に出て僕は全部投げさせようかなというふうに思ってます。今、9月24日の土曜日なのであと2日あるんですが、2日で5当番と2当番なので奪三振を十分逆転する可能性もあるので、ここは勝負に出て信じて自分たちのピッチャーを信じて、慣れさせようかなっていうふうには思っています。で決勝なんですが、決勝の相手がこんな感じです。この2人のどこか、サビッチ・ギャングスチームと、ロバートチームということなんですが、今のところサビッチ・ギャングさんの方が6対3でリードということなんですが、今どっちが勝つかはわからないということです。結構いい勝負してますね。で、まあ一応2人のパワーランキングを見ていこうかなと思うんですが、結構やっぱ強いんですよ。強いんですが、バッターに関しては僕の方が分があるかなっていうような感じです。そうですね。とはいえ、じゃあ全部ちゃんと確保できるかっていうと、まあね、得点、ホームランにおいては、サビッチ・ギャングさんも結構いい感じですし、まあ盗塁に関してはロバートチームかなり強いです。で、打率は結構勝てるかなっていうような状況なんですが、まあとはいえ、じゃあ全部のカテゴリー確保できるかっていうと、わからないと。で、まあ引き続きバッターに関しては、本当に調子のいい選手、キンキンで調子のいい選手っていうのをこう補強していって、まあこの辺は抑えていこうかなっていうような、その2人、どっちが来ても、まあそういった戦略ってのは変わらないと。問題はピッチャーです。ピッチャーはこの2人がどっち来るかによって戦略を変えていかないとなっていうふうに思っています。まあどれも結構ばらけてて、まあ、セーブは強いかなって僕は強いかなと思うんですが、他は結構ばらけてますし、もちろんその来週の、まあ、登板回数とかマッチングによっても大きく変わる、と思います。で僕の登板数なんですが、9登板あります。プラスマッチングは悪くないんですが、ここでじゃあ来週もし決勝に進んだ場合、2つの戦略どっちにしようかっていったところをですね、今考えているところです。一つは、まあ、マッチングもいいのでこのまま選手を入れ替えないで、まあ、バランスよく、投手のカテゴリーをこう確保していくっていう戦略か、もう自分のピッチャーをガンガン捨ててって登板回数稼いでいくっていう戦略ですね。これどういうことかっていうと、もう来週で終わりじゃないですか。で次の週がないわけなので、その週もう登板が終わったピッチャーっていうのを捨ててって、他の選手を取りに行くと。その例えば次の日登板する選手とか2日後登板する選手とかっていうのを確保していって本当に登板数を稼いでいくっていうのは本当に決勝だからこそできる戦略なんですね。どういうことかっていうと、例えばクリスチャン・ジェイビア選手、ヒューストン・アストロズ、火曜日にアリゾナ・ダイヤモンドバックスと戦うんですが、ここ終わったらもう今週投げることないんですよ、アストロズの
ローテーション的に。なのでもう自分のチームで戦うってことはないので、ジェイビア選手をもうドロップして他の選手を入れると。それによってそういうのを繰り返していく、例えばシェーン・ビーバー選手が水曜日に投げ終わったらシェーン・ビーバー選手を落として他の選手をこう取りに行く。それに、そうすることによって登板数を稼ぐ、登板数を稼ぐことによってウィンと奪三振を稼いでいくと、そういった戦略ができるんですね。なので、このままバランスよく取っていく戦略か、どんどんドロップしていって、ウィンと奪三振を稼いでいくかっていうこの2つの戦略があるんですが、決勝においては例えばサビチ・リャング選手がもし決勝に上がってきた場合、サビチ・リャング選手の、チームの、ピッチャーってのはこんな感じで結構強いんですよ。ジャスティン・バーラマー選手、ゲリット・コール選手、カイル・ライト選手、パブロ・ロペス選手っていう結構いい感じのチームなんですが、とはいえ登板数を8登板、僕は9登板プラス、サビチ・リャングチームのマッチング良くないです。ゲリット・コール選手はトロント、ベリオ選手に関してはヤンキース、パブロ・ロペスに関してはニューヨーク・メッツ、カイル・ライトに関してもニューヨーク・メッツといったような感じで、これ下手したらその奪三振だけじゃなくてウィップとか ERA とかでも、部が僕の方に部があるかなっていうふうに思うので、まずは水曜日ぐらいまで様子を見ようかなと。様子を見て、あーってこれ奪三振ウィンとかもこれ確保しに行かないとなっていうふうになったら、2番目の戦略どんどんドロップしていって、先発回数を増やしていくって戦略に移れるかなっていうふうに思うんですが、これがもしロバートチームが決勝に来た場合ちょっと話違うんですよ。これロバートチーム結構ピッチャー強いんですよ。コビー・バーンズ選手、レイ選手、コーティス選手で、カーショー選手、もうこの4人がいるだけで結構インパクトすごいですよね。でジェフリー・スプリング選手も結構いいですし、もう奪三振も稼げますし、でやっぱチーム自体も強いのでウィンも稼ぐ可能性もある。プラスマッチングが結構いいんですよこのチーム。で全てのカテゴリーにおいて僕が不利な状況なんですね、ピッチャーに関しては。なのでこのチームがもし決勝に上がって当たる場合、僕はもう月曜日からある程度方向性を定めないといけないなというふうに思ってまして、まずは月曜日一人補強しようかなと思っています。その一人っていうのが、ピッツバーグのコントレラス選手。ウィーク24の登板予定というのは9月26日のシンシナティレッツ、10月2日のセントレイスということで、まずはシンシナティで使っていこうかなって。対戦成績もいいです、レッツとの、10イニング投げて ERA が 1.8、 ウィップが 0.8、奪三振が9の K% が 27% ということなので、マッチングも結構いいなと。でプラスホームの方が強いので、ホームでの戦いのシンシナティレッツはいいかなと思っています。これで様子見ながら、もう ERA ともうウィップは勝てることないな、せめてウィンと奪三振だけでも稼げればっていう状況であれば、そのままコントレラス選手をセントルイスと戦わせたりとかって、そういった戦略移れるかなっていうふうに思いますので、もしロバートチームが勝ち上がった場合はこういう戦略を取っていければなと思っています。ということで、もう本当にこの2チームどっちが上がってくるかによって私の、戦略の方向性っていうのは変わってくるといったようなところです。でもやっぱりね、バッターは僕の方がやっぱ分があるなっていうふうに思うので、そこをしっかりと抑えてなんとか優勝できればなと思います。とはいえまだ準決勝勝てるかわからない状況なので、これで勝てませんでしたっていう状況でもう皆さん笑っていただいていいかなっていうふうに思っています。はい、ということで本当に長いシーズンでしたが、こういった形で23週おすすめの、ピッチャー、バッター、どんな戦略を取るかっていうのを話していきました。皆さん、これまでご視聴いただきましてありがとうございます。来週か再来週ぐらいに、まとめ、振り返り反省動画をですね、今年のファンタジーベースボールにおいての、反省動画をですね作成していきたいな、配信していきたいなというふうに思いますので、こちらもですね、皆さんの来年のファンタジーベースボールに向けて、参考にしていただければなと思います。来年もですね、やはり私としてはもっとファンタジーベースボールが浸透すればなという思いを持って、今こういった、チャンネルを作って、動画を配信しております。もし、今見ていらっしゃる方でファンタジーベースボール未経験だけど、やってみたいという方は、僕の動画をですね参考にしていただければなと
思います。それでは皆さん、今までファンタジーベースボール関連の動画ご視聴いただきましてありがとうございました。引き続きですね、まあちょっとね、あの Vlog 的なものだったりとか野球関連だったりとか、そういったような動画っていうのは配信していきたいなというふうに思っておりますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。